皆さんこんこにちは、えー、それでは2020年管理業務新者マンション管理士講座説明会、えー、問題演習で合格力を鍛える、えー、講師が教える知識力、えー、回答力得点力アップ法についてガイダンス講義始めていきます。えー、担当はレクセン人講師の太田です。よろしくお願いいたします。えー、タイトルがちょっと長かったんですが、まあ、こちらを見ていただく通り 問題演習で合格力を鍛える。まあ、そのタイトルズバリなんですけどもまあ、今年管理業務審査やマンション管理士の受験される方向けということですね。まあ、最終的にどういう状態にして、本試験に臨むのかということですよね。まあ、当然それがあの決まれば、学習方法もおのずとあの決まってくると思うんですけども。 そこをあんまり考えずにまずテキストを読んで問題演習するまあ過去問演習するまあこれがオーソドックスなんですけどもただ淡々にやっててもあまり効率がいいとは言えないんですねそこではやっぱりしっかりとした視点を持って進めていかないとまあ効率も良くないと言えると思いますまあそこで今回のガイダンスでは今ご紹介したまあ問題演習をしていく ということを前提にして、まあどんな問題演習の仕方をしていくのかということをまずここではご紹介していく必要があるんですね。はい、えー、まずあのこちらのガイダンスレジュメの一ページ目ですが、インプットだけでは合格できないんでしょうか。まあいわゆるテキスト読んでるだけで、は合格できないんでしょうかという問題ですね。まあもちろん世の中いろんな方いらっしゃいますから。 あのテキスト読んでるだけで合格してるっていう方も、まあ、いないわけじゃないでしょうが普通はなかなななかかそういうういいことにならないとにら思うんですねえテキスト読んだだけでは問題解いているわけじゃないですから、えー、これは合格でできるとは言い言い難いですあの実際の本試験という,問題本試験というのはあの問題で出てきますからねあのテキスト10回読んだ方が合格とかそういうものになってませんから。 あくまでも問題で一定点数を得点するっていうことが本試験の形式になってますからそれに合わせていかなきゃいけないでもテキストを読んでるだけではそれに合わさっていませんから、まあ、当然合格しやすいとは言えないわけですね。じゃあ,あのインプットだけでは合格できないでタイトルにもあるように、まあ、本試験問題に沿った問題演習をどんどん行っていくと。 いうことですよね。で、そこでどうすればいいのかっていうことです。まずあの問題解いて、まあ、正解がポンポン出せれば、まあ、誰も苦労しないわけですね。でも実際はそうではないです。また問題もいろんなものがあります。もう人間のまあ、性格とか顔とか一緒で、一つ一つ個性があるんですね。 でそこでまあ一つ一つはさすがに見れませんからあの大きくえ次のようにグループ分けしてます問題を本試験問題など、まあ、これ本試験問題にも限らないんですけども、まあ、本試験問題をまず前提とした時にあの知識力それから解答力得点力と、まあ、こんなふうに分かれてくると。で知識力 っていうのはもう単に覚えていれば正解がでできるというものですえ例えばあの「マンション管理者管理業務主任者」で言えばあの設備系の問題などはそれに合うものが割と出てきてますよねえつまり数字を覚えてれば正解かどうかが分かるというものですでも逆に言えばそれを覚えてないともう答え見っか,からないわけですその点ではししっかりとした 記憶というのが必要となってくる。まあそれを要求しているわけですね。でそれに対して回答力と書いてあります。この回答力はまあいわゆるあの思考が必要だ。単に知識があるだけでは正解になかなかたどり着けない。これはあの法令系の問題に多く存在しますよね。 例えばあの民法勉強していただいてると思うんですが、まあ、単に民法の規定だけを聞いてきてるわけじゃなくて特にマンション管理士の問題などは事例式の問題になっていることが多いのでそういうことからあの自分で正解をこういった問題を回答力と回答力を要求する問題だと思っていただいてください。 あとはあの「の特店力」と書いてあるんですけども、えー、じっくり解けば正解にたどり着くのに時間が限定されると正解にたどり着けないうーん。まあマンション管理士の試験では確かに時間が不足するっていうのはあるかもしれませんが、まあ、個人的には管理業務主任者ではそこまで大きく時間を取らされる問題は基本的には多くないです。ただうーんと近年では会計に関係する問題でしょうかね。これは確かに 時間がかかるケースが出てきます。えなので、まあ、そういったあの特別なもの以外はえ時間を要さないと正解が出せないっていう問題は、まあ、マンション管理士でも管理業務主任者でも多くないと言っておきます。まあ、ただあの絶対そうじゃないとは言い切れませんから、まあ、この時間内に正解していく回答していくっていうのをも,もちろん。 能力としては要求されますただまあ個人的にはマンション会社管理業務審者の問題ではそこまであの時間を多く取られる問題は少ないかなと思いますね。はい、で戻りますが、まあ、いずれにしてもこんなふうに大きく分類されるんですが、まあ、個人的にはこの知識知ってればできるという問題とこの、えー、じっくりと考えていかなきゃいけないという問題とで、まあ、ここに大きく分けられるのかなっていう。 ことですまあもちろん複合するような問題もありますけどね。でそこからあの学習する際にはどんな学習をしていけばいいかっていうことが分かってくるわけです。はい、で2ページに進みますが、まあ、今紹介した、まあ、知識を聞いてくる問題あるいは、まあ、いわゆる応用力 あるるいいは思考を聞いてくる回答力を試す問題あとはじっくり時間をかければできるんですが、まあ、そうでないとなかなか時間内に回答できないという得点力。まあ、得点力はまあ法律系会計系、えー、それからとは設備系とありますがうーんと先ほど言った通り会計のまあ仕分けに関係するような問題などはちょっと時間をかけないと正解がうまくたどり着けないという問題もま近年見受けられます。 ただ数からすればそんなに大きくないので、まあ、そこはそんなに神経質になる必要はないかと思います、まあ、むしろこちらの知識え回答力えこれをしっかりと見極めていくことが重要だと言えますでやっぱり知識力を要求するものっていうのは設備計、まあ、数字知ってればあるいはこれを知ってればっていう問題が多く出されますね、まあ、逆に回答力を要求してくるものはえ法律系つまり民法とか それから区分所有法とか、まあ、標準管理規約になるわけですね。でこれの対策なんですがまずあの1番目知識力つまり正確に、えー、覚えておく、えー、これを逆に曖昧にしとけば答えが出てこなくなります。うんとですね、まあ、数字など覚えていれば答えがしっかり出せるんですがそれを定着させないといけません。 で定着させるためにはやっぱり繰り返し繰り返し見ていかなきゃダメなんですねえー、私もあんまり記憶する作業って好きじゃないんですねまあ、単純ですから刺激もないですただそういうものをしっかりとやっていかないと本試験で出てきた時にああこの数字見たんだけどこの数字で良かったのかなとそうなってしまうわけですねあちゃんと見直しとけばよかったこれが何問も出てきちゃうともう合格が極めて難しいと思います ですので、すすののそういういものをしっかりと記憶するために、まあ、これは日頃からというよりは個人的には記憶する時間を試験直前にまとめて取ってそしてその期間内にガーッと覚えていただいた方がいいんじゃないかなとは思ってますけどねもしそうだとすれば、まあ、その期間内にもうひたすら覚える、まあ、書いて覚えたりとか何かに貼り付けて覚えるとか、まあ、とにかく覚えなきゃいけないものの数字とか言葉とかそれをもうひたすら 記憶していくということをしてもらわないとダメですでこの作業はまあ単純だし刺激もないのでつまらないんですがただこれ結構やってない方はまあいらっしゃると思うんですねこれはやっていかないとそういう問題に対応できませんからはいということでしっかりと正確に覚えていく必要があるじゃないかとで次ですが知識力 を身につけ、えー、身につけ、えー、身につける方法。まあ、最終的には記憶していくということなんですが、まあ、先ほど言った通り、まあ、試験直前にガーっと、えー、一気に覚えていくという方法も効果が高いと思います。あとはまあ、そこがあまり得意じゃないっていう人は、日頃からちびちび覚えていくしかないですよね。で、その時に先ほども言った通り、この記憶していくっていう作業はあの？何でしょう？刺激がないんですよね？ ただテキスト見るとかただ張り紙見るとかただ書き取っていくとか、まあ、そういう意味であまりそういうのが得意じゃゃないっていいいいとううう人もいらっしゃると思いますでそういう方は、まあ、私もやってきてますけどもあの問題演習をやりながら忘れたものをもう一度確認していく。まあ、問題演習するとあこれ解けないなとか。 解けないとやっぱり不安になったりとかああちょっと悔しいなという気持ちがあったりとかするので、まあ、ただ見てるとかただ貼り付けてるのを見てるとかあと書き取っていくよりはちょっっと刺激があっていいいいいんじゃないかなかと思います、まあ、いずれにしてもこれは個人差がありますから、えー、ただあの見直しをしたり書き取りで十分覚えていけるんだっていう人はそれで結構ですし、まあ、そうじゃないっていう人は今ご紹介した問題演習を通じて 間違えたところをもう1回確認して覚えていくんだっていう方法でもいいわけですまあ、これは個人に合う方法を取っていただければいいんですがいずれにしても記憶をするっていうそういう時間は必要となりますからそれは省かないようにしてくださいはいそしてあとは3ページに進みますねえ今度はまあ応用力あるいは思考力を保つような回答力ですねこれはなかなか難しくてあの 一気につけられるっていうもんじゃないんですよね。まず、そのためには日頃からまあ問題演習を地道に行っていくというのが効果的です。まあ、そういうあの一見、自分ではこれが正しそうに見えたんだけど、実は違ったとか、あるいはこう考えるからこうなるんだ。とかまあ、それはお手持ちの過去問集の解説などに書いてあって、ああなるほどね。と思うようなものがあるはずなんです。つまり 単に知ってればできるんじゃなくて、そういう思考を試される問題ですよねえ。特に先ほどご紹介した法令系に多いわけです。で、これはもうあの記憶するのと違って1。余で身に付くわけじゃなくてまあ、繰り返し繰り返し似たような問題を演習していくしかないんです。で、慣れればだんだんと容量もつかめてきて、あここを見ればこういうことになるんじゃないかというような推測もつけつけられるようになります。 なのでそれはもう反復演習していくしかないんですよねただ管理業務支援者に関してはあまりそういうものは問題として主催されていませんまあ、どちらかというと先ほどご紹介した知識を身につけていれば得点できる問題が多いんですがマンション管理士特にあの昨年の問題などはあの個人的にはそういう思考力を試すまあ、いわゆるここでいう回答力を試すような問題が例年よりはちょっと増えたかなと いう気がしましまたえなので、まあ、今年それを踏襲するかどうかは分かりませんが、まあ、そういう問題に対応できるためにも日頃からそういう回答力を試す問題を演習しておく必要があります。でしばらくすると一、まあ、回やった問題でもしばらくすると忘れてしまいますので、まあ、定期的に繰り返しをしていただくといいですね。あとはもう何度もやってれば答えだけ分かっちゃうっていう人います。まあ、そそれれでしょうがないんですけどもただ 個人的にはそこが問題ではなくて問題と解説問題と解説が自分の考え方と一致してるかどうかですねあごめんなさい解説と自分の考え方が一致してるかどうかですね解説読んで自分の考え方と一致してるであればいいんですがそうでない時にはズレが生じている可能性がありますから、まあ、注意してくださいああそうねとまあ一般的には解説読んでああそうねそうねとなってれば自分の考え方と一致してるはずだし解説読んでえ っていう話になったら自分の考え方と一致してないものの方が多いと思いますなのでそういうことを繰り返ししっかり確認していくことですねあの正解するっていうのももちろん最終的には重要なんですが問題演習してるときはえあの正解してるかどうかというよりは自分の考え方と解説が一致してるかどうかっていうのを確認してってほしいんです一致してれば消化されてるし一致してなければ何かがおかしいっていことですよね その点でで、えー、確認していいいいただくといいと思うんですはいまあ、そのようなことがこの3ページに書いてありますので、まあ、皆さんもざっと一読していただくといいと思うんですね。であと最終的な得点力に関しては、まあ、管理業務主任者やマンション管理者ではあまり時間が足りないということは、えー、近年もう聞いていません。まあ、ない過去にななかったわけけじゃないんですけども 管理業務支援者に関しては基本的に時間が足りませんでしたという声は受験生の方から聞いたことはないですね。マンション管理士に対しては従前はちょっとありましたが、近年はあまりあの聞,き聞くということは少ないですね。でもうこれも同じで訓練で、まあ、先ほど近年で言えば会計、特に仕分けに関係するものでしょうかね。え昨年の その会計に関係するもの特にあの管理業務主任者の問題が、えー、ちょっと思考を変えたりするものになっているんですまあ中身は変わらないんですが確かにちょっと形式が変わったので、えー、戸惑って時間をかけすぎちゃったっていう方もいらっしゃると思うんですねまずあのそういった問題は最初に手をつけちゃダメで必ず後回しですでないと他の問題回答できなくなっちゃいますからであとはポイントですねあることとに気がつくと 答えだけけけ見つけられるとじじっくり研究しましまょうっていういい、えー、わけじゃないです試験はじっくり研究問題を研究するっていう、えー、そういうものじゃなくて正解を見つけるのが本試験問題ですから、えー、問題をじっくり読んでどういう問題であるかを研究する時間じゃないですから。ということはもう正解を見つけなきゃいけないそれが皆さんのやるべきことですよね。ということは本来時間かかるかもしれませんがあることに気がつけば答えが出てくる。仕分けなんていううのはは特にそうで実は あるポイントを絞って見ていけば、意外に時間は単純であっさり答えが出てくるものもあったりします。まあ特にそれは感情科目に関係するものなんです。まあもちろん問題によっても違うんですけどね。えここに気がつけば他わかんなくても答えはこれだって確定できるじゃないですか。という問題は別にあの過去の問題を見ると珍しくなくあります。えなのでじっくり時間をかけてやりましょうっていう時間がないんだったらばえ早く。 えー、ポイントををを見つけけて成果を出せせるとといいいうものを習得しないといけませんねただ皆さんがこれご自身で習得するっていうのは結構大変ですから、まあ、後で簡単に紹介しますが、えー、レックの講座などを受けていただいてそこで習得していただいた方が早いと思います。はいそして、えー、次ですが、まあ、今ご紹介したように、まあ、問題演習が重要になるってことは、えー、ご紹介してる通りです。でその時の時、まあ、いわゆる 実力を上げるたためのの視点とししてて次のよううううな方法を取ってみたらどうででょうかっていう紹介ですよ、ね、まあこれは必ずしもこうしなきゃいけないっていうわけではないんですけども、まあ、こうすることによって弱点を見つけそして補強できるんじゃないかっていうことです。まずあのこの特に回答力ですよね。まあ知識個人的には知識力を含んでいいと思うんですけども過去問あるいはその他の予想問題とか模擬試験とかの 問題演習をししっかりしていいくととうことで,すであのやっぱり合格しししててる人はしっかり問題演習してますよねえ過去問とか3回最低とか言ってますけどもマンション管理士合格するんだったらもう5回ぐらいは当たり前のように演習していただかないといけないかと思います。でその時にまあこれも別に強制するわけじゃないんですがマンション管理士目指す方はあの条文区分所有法とか標準管理規約とか まあできれば民法なんかも条文見ながら確認してっていただくといいですね。まあ、最低限区分所有法と標準管理規約は見ていただく必要はあると思います。そういう問題演習をやりながら間違えたり迷ったりしたところの条文とかをきちっと確認していくっていう作業です。でこれをすることによって、まあ、地味ではありますが確実に実力をアップしていきます。これやらないとですね 結局同じ問題が出たような同じような問題が出た時にやっぱり間違えていくわけですまあたまにあったりしますけどもねそういう点ではしっかりとそういう地道な作業をやっていくとあとは、まあ、過去問は本試験そのものですからそれをやることによって本試験っていうのはこういう形であるいはこういう意図で出されているんだなっていうことが直接触れられるので体感できるわけですあとはあの「東連」とか「問題、えー、と模擬試験」と呼ばれているものですがこれは「 あの点数が何点だったかっていうことに、まあ、多くの方は注目するんでしょうけども実はそうじゃないんですよね。模擬試験とか東、まあ、連などと呼ばれてるものは何のためにやってるのか今の実力を知るためでしょう、まあ、そうなんですがあの今の実力を知ってもそれをどう生かすのかっていうことに使わないと、まあ、意味がないです。今の実力はこんんんなもんだかからどうするんですするででって話ですよね でそのためにやってますでその答えは模擬試験などのの自分の成績に出てるわけですつまり基本的なものでまあ基本的なものでっていうか自分が間違えたものでこれ正解できたじゃないか例えばこれが覚えられてたら正解できたここをちゃんと理解できてたら正解できたっていう問題が必ずず何問かあるはずなんですそれをしっかりと見極めて弱点補強していく。 つまり自分の弱点がどこなのかということをしっかりと見極めていくために問題演習をするわけであって今この時点で自分の実力がどうなんだっていうだけじゃないんです、まあ、むしろその今のその時点での実力がどうかっていうのははっきり言って、えー、とその時点での実力ですからねあのポイントは本試験での実力が一番ものを言うわけですからそのためには弱点をしっかりと見つけて補強していくと。うん、中には何でしょう あの自分の得意なところばっかりとか気になるところばっかり問題演習したりとかやってるんですがあの正直言ってできるところをさらにあの強化しても伸びしろないですからそれ意味がないわけです。えですのでそうじゃなくて自分が弱いところで本試験で疲れた時にしっかり得点できるようにしていかなきゃいけませんからそこがどこなんだっていうことを確認した上でそこ補強しないと意味がないです。えですからあの学,習してえ学習時間 費やしてる割にはあの点数上が変わらないっていう方は多分自分の不得意じゃなく得意のようなところを繰り返しやってるんじゃないかと思いますあの気分はいいですからね分からなくないし得点もできるのでどうしてもそういうところをやりたがるんですがそこをやってもその時点で多分意味がないので不得意のところ弱点をしっかりと見極めて、まあ、そこは嫌かもしれないしなかなか不得意なのかもしれませんが不得意のままを不得意のままで本試験臨んでもそれは合格できませんから注意しておいてください。 でまさにこれですよねここに書いてあるこの弱点これを発見するんだっていうことです、まあ、これが一番もう重要と言っていいですはい、えー、それが何であるかっていうことを確認しそれを補強していきますあとはあのあの法令系などで言えるんですけどもあの事例問題などが主催された時にしっかりと 図を書いて把握します意外にこれを怠ってつまらないケアレスミスなどを起こしている方もいらっしゃるので、えー、そういうういいいここととがないようにししっかり確認していくっていうことです、まあ、あとはまだこの段階では早いのかもしれませんけどもしっかり問題を読んで確認する読み間違え読み飛ばし重い間違いなどしてケアレスミスを生じて,生じてる方がいますがこれケアレスミスもやっぱり失点ですからね。 これがいくつか重なってしまうと合格来に達せられません。でケアレスミスあ意外にあの軽視されがちなんですよね。まあ私もそうですけどあ読み間違えちゃった。まあ、これで終わっちゃうんです。もともとできてないわけじゃないですか。でもこれって癖直さないと本試験でもやりますからやはり日頃からケアレスミスに関しては自己チェックしといた方がいいと思います。こういう間違いをえしました。 というケライラススミスですね読読みみ間違えました読み飛ばしましししたた飛ばこれ私もそうですし他の人も、えー、そういう声を聞いたことがあるんですが「正しいものを選べ」って書いてあるのになんかいつの間にか誤っているものを選んでたりとかあと違反するものはどれか。で違反するってやつを例えば「ツに置き換えたりとかしてつける人がいるんですが途中で「違反する」をツにしてたのに違反するを丸に変えちゃってる自分の中で頭が切り替わってるんですね。 ところがそれ切り替わってることに気がつかない。で特に子育て問題などはもう、えー、4子択一と違って何個そういうものに当たりますかっていうのを選ぶので気がつかないとそのまま正解自分ではこうだと思って回答してしまうわけですね。ところが実はそういう入れ替えがあったりとか、えー、実はケアレスミスで失点してるものも意外にあるんですよね。なのでこれはまあ実力はないわけじゃないですからあまり あの重視されることも少ないんですが個人的には近年あのそういうケアルスミスもしっかりと自分で正していかなきゃいけないと思っていますのでそういうものも含めて自分で自己傾向を発見して修正していってください。はい。まあこれもそれにあたるわけですよね。この5ページの2番目のところですが。 このどのような状況で間違いやすいか,いすいかミスが出やすいかを分析しておくまずにケアレスミスミですよねあとあのケアレスミスっていうのは、まあ、日頃から自分の癖があるだけじゃなくてやっぱり本試験というみんな緊張した場に集まって回答していくわけですから、まあ、日頃本来起こ,し起,こり起こりようがないようなものもミスとして生じることって実際あったりとかするんですね。だからそういうい意味でも しっかりと、まあ、本試験と同じような雰囲気の場を味わっておく必要性があるじゃないか、まあ、一つは模擬試験自分でしっかりと時間計ったりとかして、まあ、管理してってほしてていいいっほなと思います、はいえー、と以上のようなことから、まあ、問題演習するにしても、まあ、しっかりとどういう形で問題演習していくかということを認識しとかないと、まあ、ただ問題解いて間違えてあ,あここかで終わってしまう。 そうじゃなくて、えー、先ほどご紹介したように、まあ、記憶するために今やってるのかそれとも回答力をつけるために今やってるのかそういうことをある程度意識していただく必要がありますね。まあ、特に先ほどから言ってるように問題演習する時は自分の考え方と解説が一緒になってるのかどうかずれが、えー、生じてないかということをしっかり確認してってください。あとは、えー、最初に戻りますが記憶する作業をしてるのか そういう回答力をつける作業をしているのかっていうこともしっかりと区分けしてかないともうなんか全部ごちゃごちゃにしてしまうと自分でも混乱してしまいますからある程度区分けして今日,今日はというかまあ今日,は今日はでもいいし今週はでもいいんですがあるいはこの期間はでもいいんですがこれ何をするのかっていうのを一応大きく分けておいた方がいいと思います。まあ、そうううすするるるここことととによっってて自分は今これをやんんだっていうこともわかると思うんですね はい、であとは最後になりますけども7ページ進んでいただいてえレクの講座案内しておきますえまずこちらでは過去問スタンダード演習講座と過去問パーフェクト演習講座とあります。でこの過去問スタンダード講座やパーフェクト演習講座の内容はここに書いてありますので、まあ、皆さんで確認していただきたいと思うんですけども ま個人的にも何といってもやっぱり過去問ですよね。で、過去問も、えー、いろんなものがあります、えー。問題が優しいものから難しいもの、個性があるものからそうでないものもいろいろ,いろ,いろあるんですが、まず過去問として演習をしっかりしていかなきゃいけないのは、まあ、基本的な問題、この基本的な問題って何ですかって話ですよね。これは学問上基本かどうかじゃなくて、他の人たちが、 得点できているものを自分もしっかり得点できているんでしょうかもしそうでなければえそこしっかり得点できるようにしていかなきゃいけないそれはどんな問題ですかまあ、正解率で、えー、分けたりする考え方がありますまあ、個人的にはあの正解率を基準としてまあ、基本的なものか応用的な問題かを分けてますけどね、えー、ただそういった意味ではしっかりとあの基本的な問題、えー、これを学習していくでさらに、えー、余裕があれば 応用力を試すような問題もいくつかこれはもうさすがに全部は無理ですが応用力を試す問題も1問でも2問でも多く得点していくまあこれによって合格に近づけるんだっていうことですね。あとはあの問題演習講座まあこれも問題演習なんですけどもえ内容はこち,らのえこちらに書いてありますのでまあ見てください1問1答とか実践演習総まとめ講座とかまあ名前の通りと言っていいでしょうね。先ほどから言ってるように あの自分の弱点をとにかく発見していくということですからこの問題演習でおいてはその弱点を発見し補強していくために使っていただきたいと思います。はい、そしてあとは8ページ進んでいただきまして、えー、当連それから公開も,、えー、もしです、ね、まあ先ほど言ったように自分の今の実力を知るという意味で有益ですがさらにそれよりも 弱点を発見してそれを補強していくということですやっぱり問題演習しないとそれが分かりませんからねえそしてえまたその弱点をさらに補強できたかどうかっていうのも問題で演習して確認していく必要があるわけです模擬試験などは自分以外の人たちとの実力の差をえと知ることができるのでまあ、特に自分がどこの部分他の人に比べて 弱いいのかととうことがより明確になると思例まば、まあ、実際にあの自分では何でしょう、えー、この問題、えー、得点できなくてもいいのかなと思ってても他の人たちが正解率が高かったりする場合はそれは勝手に自分ではこの問題はできなくてもいいかなと勘違いしてるだけです。 したがってそのままにしとくと本試験で似たような問題が出た時に他の人たちと大きく差がついいてしまいます特にあのマンション管理士ではもう1点2点がもうしのぎ合いですからねもう1点違いで残念な結果に終わるという人たちも相当数いますから、えー、ですので本当に何でしょう5点も違うとかいう人だったら諦めもあの すっきりできちゃうのかもしれませんが本当1点2点がマンション管理士特にあの合格率が低い問題は1点2点がしのぎ合いになりますからその1点2点をしっかりと得点できるかどうかが合否の鍵を握ってると言ってもいいくらいですしたがって自分の弱点をしっかり補強するために今ご紹介してきたような問題演習をしていくんだ更、まあ、にあの記憶力を定着するためにも個人的には問題演習して定着させるっていうのもいいんじゃないかと思います。はい 以上今回ご紹介した内容ですが是非、まあ、問題演習する時に、まあ、自分が今どういうものを目的として行っているのかっていう意識を、えー、持っていただきたいなと思います、まあ。それによって実力のアップもできると思います。はいえー、それでは、えー、2020年管理業務新社マンション管理士の講座説明会問題演習で合格力を期待、えー、これで、えー、講義終了いたします。お疲れ様でした